日本東京都板橋区清水町清水町は東京都板橋区の町名。町名の設定がない単独町名である。全域で住居表示が実施されている。郵便番号は174-0053。東京都板橋区の東部に位置する。町域は北は蓮沼町、東は北区西が丘、南は稲荷台及び本町、西は山和町、宮本町。 泉町と接する。町域東辺が板橋区と北区の草会をなす町である。主に住宅地として利用され、東部にかつてあった関東財務局集合住宅の板橋区川跡地には東洋大学総合スポーツセンターが建設された。北区側には財務省が管理する合同宿舎西川岡第二住宅が建設された。町域西辺は国道17号と 首都高速道路が南北に走り、都営地下鉄三田線の板橋本町駅及び本橋沼駅が付近にある。1871年11月、東海地区が浦和県から東京府に編入。1932年に板橋区の一部分となった。デイノ泉公園内のデイノ泉に由来する。二千十七年十二月一日現在の世帯数と人口は 以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。長域に駅は存在しないが、以下の路線、駅が利用可能である。ありがとうございます。